創業者の一人、アントニパテック・パテック・フィリップの複雑で、時計からトラバ・パテック・フィリップとは、スイスの高級時計メーカーである。1839年に二人のポーランド人、アントニパテックとフランチシェック・チャペックによって創業された。バシュロン・コンスタンタン、オーデマ・ピゲと共に、世界三大高級時計メーカーの一つとして、数えられることが多い。その中でも、 パテックフィリップは頭一つ抜け出た存在であり、世界一の時計ブランドとされている。過去にはカルティエ、ティファニー、ギュブラン、ゴンドーロ・ラブリオ等宝石店向けに製品を納入していた。かつては多くの製品がジュネーブシールの認証を受けていたが、現在は自社独自の認証マークであるパテックフィリップシールに切り替わった。世界一高価な腕時計を販売する。 マニファクチュールとしても知られている。どんなに古い実写時計についても修理することができる永久修理を宣伝しているため、パテックフィリップの時計は一生ものというブランドイメージを構築することに成功している。しかし、保証期間が過ぎた時計については当然のことながら有料修理であり、またオリジナル部品を長期にわたって保持することを保証するものではない。そのため、 オリジナル部品の在庫がなくなった時点以降はオリジナル部品を使った修復ではなくその時々で製造可能な代替部品を使ってのメンテナンスとなるその場合必要な代替部品を新たに製造するコストは個々のユーザーの負担となり時計の購入価格を大きく超える修理代金を請求されるケースも多いまたパテックフィリップはオークションで 古い自社時計を高値で買い戻すことによってパテックフィリップの時計の中古市場価値を保たせるというビジネス戦略をとっている。その結果、上記のパテックフィリップの時計は一生ものというブランドイメージの宣伝にも役立っている。制作記念台帳に全ての購入者を記録しており、その中にはビクトリア女王、エリーザベト王妃、アインシュタイン、ビルヘルム一世、バーグナー、 チャイコフスキー、フルトベングラー、トルストイ、プーシキン、ウォルトディズニー、クラーク・ゲーブル等の名前がある。特に1851年に英国ビクトリア女王がブローチが高い中時計を購入したことにより、パテック・フィリップの名声が一躍広まった。同時期、チャペックはポーランド人の民兵組織であるポーランド国民衛兵の兵士としてワルシャワで、 ロシア軍を相手に戦った。フランスへ亡命後しばらくは亡命ポーランド軍将校としてフランス側につき各地を転戦した。その後、軍を退役し、アミアンに定住し、食事校となった。アドリアン・フィリップが経営から退き、ジャン・フィスターが社長に就任。ドレスウォッチの傑作レフ96を発売。高級腕時計の代名詞となるカラトラバを発売。 1932年に発売されたカラトライブモデル、デビット・ペニーのデザイン。パテック・フィリップの製品の中でも特にデザインが優れていることで著名なロングセラーである。バウハウスのシンプルなデザイン哲学に基づいて文字盤やケースなどはデザインされており、スモールセコンドを配したシンプルなサンハリモデル。F、ナンバーから日本では、訓六九六の愛称で呼ばれている。 キャリバーは時代に応じて、キャル12、キャル12から120、キャル12から400、キャル 27AM400 などが使用されている。一般には1967年まで生産されたことになっているが、現在では製造番号から1971年頃までは生産されていたことが判明している。ケース計 32mm。 初代レフ96が販売中よされた後も、キャル2 1 5オハイ3 1ト、mm、ルケースに入れた、レフ3796、1995年発売で、キャル2 1 5オハイ3 3トルケースに入れた、レフ5096、2004年バーゼルフェアで発表され、キャル2 1 5オハイ3 7ト、mm、ルケースに入れた、 レフ5196など96のデザインを引き継いだ時計が販売され続けている。シンプルな2レジスタークロノグラフ。直径 33mm。キャリバーはキャル13。2135mm の角形時計。帽子をかぶったような特徴的なケース形状からトップハットと俗称される。キャリバーはキャル9から90。パーペチュアルカレンダー。 ムーンフェーズ、クロノグラフ機能を持つ、ファイ3 5ト、mm、ルの複雑時計。キャリバーは13級。1941年から1954年までに281個が製造された。2010年5月11日のクリスティーズオークションで、競売に出された黄金の腕時計として、史上最高値、腕時計全体でも、歴代2位の、 約626万スイスフランで落札された旨、報道されたがこれは、レフ1527の間違いである。レフ1518に似ているが、ラグが長く曲がり、右側面が、ほんの少しではあるが、リューズガード様になっている、ワンオフ品である。2010年5月11日のクリスティーズオークションで、競売に出された黄金の腕時計として、史上最高値。 腕時計全体でも歴代2位の約626万スイスフランで落札された。レフ1518からクロノグラフを省略した型。キャリバーはキャル12から129。1942年から1952年までに210個が製造された。22-32mm の角形時計。フレアードと俗称される。キャリバーはキャル 9から90。二重構造のケースで防塵構造を実現し、アウターケースはパテックフィリップでは珍しいスクリューバック方式を採用。ケースの素材にはイエローゴールド、ピンクゴールド、プラチナのメジャーな素材以外にパテックフィリップにおいては極めて珍しいステンレスコーのモデルがある。ケースはファイ3 0ト、mm、ル。キャリバーは手巻きのキャル10から200。 強い日差しにも焼けないよう自ロ疾放性も地盤を使用していることからカメラの熱帯仕様にちなんでトロピカルと俗称されている。ケースはファイ 35mm。キャリバーはキャル12から 600AT。レフ1518の光景でケースデザインが近代化された。ファイ 38mm。 派生系を含め1950年から1985年までに349製造された。1960年にクロノグラフのプッシュボタンが角型から丸型に変更された。1978年以降はサファイアクリスタルに変更されたレフ2499-100である。特殊な派生型としてインテグラルケースに収められたレフ 2499,101が4個、以下存在する。創業150周年を記念して製作された33機能の複雑時計。基本計算、基本設計は1980年に開始され、作動する、試作品は1988年7月、製品は1989年4月に完成した。 直径 88.2mm、ガラスを除いた厚み 36.55mm、ガラスを含んだ厚み 44.07mm、ケースのみの重量 500g、総重量 1100g、1278個のパーツが容銀製、プレート3枚に4層になって組まれている。126個区。ガラス、ディスクは、サファイアクリスタル製。 文字盤は14金に銀錠着が施してある。18金イエローゴールドケースに収められた。試作品のほか18金イエローゴールド、18金ローズゴールド、18金ホワイトゴールド、プラチナのケース素材違いで4個が製作され、1989年4月9日のアンティコルムオークションにイエローゴールドモデルが出品されて450万スイスフランで落札された。 2004年4月のアンティコロムオークションにも出品され、660万スイスフランで落札されている。試作品はパテックフィリップミュージアムにある。1976年に登場したラグジュアリースポーツウォッチでノーチラスと呼ばれるモデルである。1972年にジェラルド・ジェンタによってデザイン、考案され、1975年にプロトタイプが完成した。 特徴的な幻想型のケースに、ケースと一体化した、ラグ、ステンレス構成であるにもかかわらず、ゴールド製の時計よりも高価な腕時計として登場した。発売した当初はすぐに市場に受け入れられることはなかったが、徐々に受け入れられていった。後継モデルと区別するために、ジャンボの愛称で親しまれている。ありがとうございます。